どうもバトルフィールド評議会顧問ゆっくり霊夢です。評議会会長ゆっくりマリサだぜ。今回は BF2042 シーズン3を解説&徹底批評していきます。アップデートの適切な評価を皆さんにお伝えするのが目的だぜ。それでは行ってみましょう。まずは新マップのスピアヘッドから。ここは確か自動化された軍需工場をメインに据えたマップだったな。そうです。はじめに結論を言いますが、このマップかなりいいです。おお、いきなりの高評価。まず全体的に遮蔽の配置が丁寧です。拠点間の経路には傾斜や岩、大破した戦車などがマップに馴染む形で配置されています。追加マップは既存マップの反省を生かして、どこもそういう感じだよな。そうなんですよね。なのでこれだけではまだ50点といったところです。うん、加点式だとしても遮蔽があるだけで50点。じゃあ遮蔽の少ないアワーグラスは何点くらいなんだぜ。2点ですね。2点か。そしてこの全体に行き渡った遮蔽の配置に加え、マップ中央にはマリサさんの先ほどおっしゃった軍需工場がそびえ立ちます。もうこの中の出来が本当にいいんですよ。おう、まず見てください、このヌルヌル動くロボットアームを。おう、すごいな。こちらでは部品の製造が行われていますが、もう片方の工場ではこんな風により大きなパーツへの組み立てが行われています。これさ、はい、何気に初なんじゃないか。ダイスが逃げずに近未来感をここまで表現したのって。そうなんですよ。今までの BF2042 は焼き直しただけの武器に大きい数字つけたり、湖の水全部抜いたりで近未来感の表現から逃げてきたのに、ここに来てまさかの真っ向勝負ですよ。やるじゃねえか。さらに自動化工場内は結構な数のオブジェクトが破壊可能なので、戦闘で工場の内装が損傷していくのも雰囲気作りに一役買っていて非常に素晴らしいです。細かいがいい仕事するな。またシャッターの左右についた換気窓や区画間を隔てるパネル、天井裏のダクトにつながるでっけい換気扇、これらも破壊可能なので戦術的に侵入経路や車線を増やすことができます。おい、紙マップかよ。ただまあ、軍需工場以外の拠点はぶっちゃけかなりチープです。あ、一応新オブジェクトのでっかいドローンがあったり、既存オブジェクトの造形やカラーリングを微妙に変えて他マップと差別化しようとしている点は認めますが、出来のいい工場内部と比べるとやはり効率重視で作った感は否めません。いつもの土のうコンテナは健在と。ただ別にテンションが上がらないだけで遮蔽を挟んだ戦いは面白いっちゃ面白いので、マップのコピペ感自体が減点対象になることはないです。よかった。しかしです、工場の屋上、ここはマジでクソです。あ、もうなんかクソそう。一応工場の屋上には縁に乗って下を打ち下ろせないようきつい傾斜がついてはいるのですが、ビークルや補給箱などを土台にすれば普通に打ち下ろすことができてしまいます。まあそういう工夫でイモられるのはどうしようもない気がするが。そうなんですよね。でもこの角からだったら土台なしで打ち下ろせちゃうのはどうなんでしょう。うん、これは傾斜を支線につけないといけない都合上、角が穴になるのはどうしようもない気がするが。そうですよね。私も四隅を燃やすくらいしか対策が思いつかないです。なのでまあクソだとは思いますが、目をつむることにします。じゃあなんで取り上げたんだよ。ということで新マップスピアヘッドの総評は、手抜き感やクソな場所も目立つが、全体で見るとかなりの優等生といった感じでしょうか。採点式じゃなかったっけ。忘れてた。じゃあ点数を出すと85点。いいじゃないか。よし、採点も終わったし、次は新スペシャリスト全員の評価に行きますか。モブみたいな格好してるな。モブみたいな格好してるくせにクソ強いです。まず専用ガジェットの XM370A ADS 状態で V を押して距離をセットし、セットした距離で爆発する弾を発射できる4をやっていた人ならおなじみのエアバーストですね。4の頃もこれ最悪な強さ誇ってた覚えがあるぞ。今作も同様最悪な強さを誇ります。なんせ遮蔽の概念を無視して壁裏の敵を一方的に攻撃できるんですから。しかも30秒ごとに5発ずつ補給されたり、タクティカルリロードなしでも5発一気に装填できたりと、4の頃より使い勝手が良くなってます。そして全員のパッシブックス、敵をキルすると通常の倍の速度で自動回復が始まるというアグレッシブなプレイを手助けしてくれるパッシブです。パッシブが発動すると特訓という音とともに画面のサイドが上がる演出が入ります。アドレナリンで目がバキバキになってるんだろうな。かっこいいので私はめっちゃ好きです。だがどうなんだ一体。自己回復に遮蔽無視攻撃に強すぎな気がするが。うん、どうでしょうね。エアバーストは第一に敵が遮蔽裏に隠れてることを把握してなければそもそも当たりませんし、対策不可だったフォート違いアイリッシュという明確なカウンターもいます。そういえばそうだな。パッシブもキルが取れないと発動できません。つまり強い場面が限定的なんですよね。なので基本どんな時でも強い負けと比べると若干総合力では劣るかなという印象です。そういえば霊夢前ティアローを作ってなかったか。あれで言うと大体どこら辺なんだ全員は。うん、他のマップで使ってないのでまだ確定ではないですが、大体 A の一番左くらいになるでしょうか。まあ妥当な気がするな。というわけで全員は壊れではあるけれども、っと壊れたキャラがいるので許容できるレベルという感じですね。結構消極的な評価だな。まあでも個人的には全員かなり好きです。前述の通り特訓がかっこいいので、あれはいいよな。では続いて武器の性能紹介と評価をしていきたいと思います。よろしく頼むぜ。シーズン3で追加された武器はローシュマーク4レールガン、 S22 スマートショットガン、
P125、投げナイフ、の4つです。最後だけ急に原始的な武器出てきたな。これも最初に結論を言いますと、全部いいです。高評価続きじゃないか。マズローシュマーク4レールガン。レールガンと言いながらプラスシステムからキャパシタを変更することで、射撃モードをハイパワー、バースト、フルオートに切り替えられる万能武器です。おいなんかヤバそうだぞそれ。はい、マリサさんのお察しの通りゲームの根底を揺るがすくらいにぶっ壊れてます。ダメじゃねえか。前置きさせてもらうとフルオートやバーストモードはそこまで壊れてはいません。TTK自体はそこそこ早いものの発射にチャージが必要なので遭遇戦に弱いからです。まあギリ許されるか。問題なのはハイパワーモードです。アホほど弾速が速いんだろどうせ。アホほど弾速が速いです。200メートル以内だったらほぼヒットスキャンと言っても過言じゃないくらいには知ってた。うん。いやこれキルしすぎだろここまで強いのかよ。この弾速で全距離頭一撃ですからね。どうでも200メートル以内なら80ダメージ出ます。80っておい。というかこんなぶっ壊れも霊夢はいいと思ってんのか。だってこの武器で一方的にキルするの死ぬほど楽しいですからね。ゴリゴリに市場挟んでんじゃねえか。それとレールガンのヤバいのはこれだけじゃないです。まだあんの？というかこっちの方がヤバいかもしれません。なんとレールガンビークルにも微量ながらダメージが通ります。本当に微量だがどれくらいダメージ入ってるんだこれ。装甲車やヘリには一発4ダメージですね。1マガジン打ち込んで80ダメージは確かにヤバいな。これを複数人でやられたらと思うと、まあ次のパッチで対車両兵器持てるスペシャリストが減るので、それでギリバランスが取れるんじゃないかなとも思うんですが現状はヤバいです。続いて S22 スマートショットガン。見た目は KSG みたいだな。見た目は KSG なんですが KSG とは違ってセミオートで撃てます。面白そうじゃないか。性能はこんな感じ。どの弾も威力高めだな。そうですね、20メートル以内ならどの弾でも2、3発でキルできます。ただその代わり相談数が少なくリロード速度が遅めになってますね。12M オートと MCS の間ぐらいの性能ってことか。まさしくそういう感じです。強さ自体も MCS ほど弱くないし 12M オートほど壊れてないのでかなりちょうどよく感じます。個人的には追加武器の中で一番の当たり枠に思えますね。いいじゃないか。あ、でもそういえば。なんでしょう、これスマートショットガンって呼ばれてるけど、スマート要素どこなんだ？弾数カウンターがついてるところちょっとスマートじゃないですか？まあスマートといえばスマートか。ではマリサさんにも納得していただけたようなので、あんまり腑に落ちてないけどな。 P125 行きましょうか。 P125 は2点バーストができる低レート高威力長射程が触れ込みのピストルなんですが、バグでたまに超連射が出て敵がシュンとけすることがあります。性能自体はかなりスタンダードです。まあサブ武器としては悪くない性能なんじゃないか。そうですね、 TTK は遅いもののバーストで瞬間火力が出るので結構ありだと思います。見た目も近未来感をよく体現できていますしね。まあ性能が普通なのでこれ以上特に言うことはないです。はい、では最後に投げナイフ行きましょう。性能はほぼ全距離一撃必殺で3本まで所持可能。さらに拾って再利用もできます。なんか壊れてそうに聞こえるが。そうでもないですよ。一撃必殺ではあるんですが弾速が遅いので動いてる敵に当てるのがすごい難しいんですよね。なるほどな。なので正面からぶん投げるというよりは、こちらに気づいてない敵を静かに処理したり、弾切れした時のサブウェポンとしての役割がメインです。つまり汎用性で言えばフラグやスモークが圧倒的に上です。ただこれでキルするとめちゃくちゃ気持ちがいいので、その1点だけで持つ価値はあります。ロマン武器ってやつだな。ではこれで追加武器は全部紹介し終わったので続いてボルト武器の XM8 LMG と A91 の紹介に参ります。まず XM8 LMG。ほう、50メートル以内ならどう5発か。TTK は微妙だな。ちなみに今回のアプデでアバンシーズがこれと全く同じ TTK に調整されたので、マジ？一応これでも LMG の中で見た時の性能は並です。ただ XM8 はほぼ無反動のアバンシーズと比べて縦反動がヤバいので正直扱いづらいです。ポータル武器はアタッチメントの種類も貧弱ですしね。あ、またその問題か。個人的には弱いと感じました。続いて A91、比較的高レートで反動の少ないアサルトライフルです。しかし威力は控えめ、レートも他の高連射武器には劣っているので、TTK 自体はアサルトライフルの中では遅めです。無難な性能だが AOW 武器のインフレについてこれてないって感じか。というわけで A91 もまあ、そんなに使う価値はないです。はい。では最後にレールガン搭載戦車 EMKV90 とはを見て動画を締めましょう。戦車にレールガン乗ってんの？はい、手法として撃てます。明らかにヤバそうだが、まあ豆ヘリやステルスヘリ、戦闘機などを一撃で落とせるのでヤバいっちゃヤバいのですが、強角が浅いので高度を上げてる航空機には無力だったり、発射にチャージが必要なので対歩兵性能が低かったりと、割と制約も多いです。ほう、一概に最強とも言えないわけか。個人的に戦車は歩兵と一緒に前線上げるものだと思ってるので、芋前提で作られてるようなバランスはあんまり好きじゃないですね。はい、終わり。ご苦労だったな。今回は新コンテンツの紹介表にとどまりましたが、それ以外にもシーズン3のアップでは、壊れ武器の弱体化やスポットの復活、ビークルのカテゴリーリワークなどなど、めちゃくちゃいい調整が盛りだくさんなんですよね。しかもシーズン2の頃のように新武器が全部バグってるということもなく、トータルで見ると100点に近い出来のアプデだと思います。ダイスも結構やるな。というわけでそろそろ無料期間も来ることだし、ぜひ皆さん BF2042 シーズン3遊んでみてください。うん、誰か来たみたいね。こんな時間に誰なんだぜ。あれ、誰もいないって。なんだこのおっさん。君たちに教育は必要ないみたいだね。また来るよ。何よ今の、見当もつかないぜ。